はい、皆さんこんにちは、ミニッツ開発チームの石川です。前回までにですね、できるだけ、直線を作って、そして加速して一定の速度に、落としてコーナーを曲がっていくという練習をしてきました。どうでしょうか、皆さんそこまでできるようになったでしょうか。まあ、これはですね、ウレタンコースでなくてカーペットのコースでももちろん同じですので、まずはそこをきちっと押さえてください。そして今日はいよいよ、ラインを考えたいというふうに思います。前回までは常にコースの中心を走る、中央を走って車をぶつけないということを優先しておりました。今日はですね、そこから少し、コース取りというのを考えていきたいと思います。キーワードはできるだけ短い距離を走るです。コースのですね、短い距離を走るにはどうしたらいいかというのをちょっと一緒に考えていきたいというふうに思います。はい、それではここから今日のスタートです。はい、今はね、コースの中央からスタートしますが、一周ゆっくり行きたいと思います。ここでじゃあちょっとインをつきます。はい、そうすると次にですね、車が目指したいところ、それはここです。ですので今止まった位置というのはまっすぐここに来れる位置なんですね。ここまでを曲がっていると、ここからは直線を進むわけです。ここはできるだけこの後加速していきたいですね。でここから次はぐるーっと回っていく感じになりますね。ですのでぐるっと回っていきながら、まあ、ここちょっと近づきながら、そしてここに回っていきたい。ちょっとこれ大きいところっていうのはコーナーすごく自由があります。もちろん一番短い距離って言ったらここのインベーターを走った方が早いんですけど、まあ、車のグリップには限界がありますので、まあ、そこはね、ある程度こうちょっと大きく回っていく。ここで止まりました。で次ここに直線が現れるわけですよね。なのでここを直線でつなぐ。はい、まず今日ちょっと車10センチぐらいをね、輪側開けてます。はい、ここで曲がる。はい、そうすると次もここの直線ができてるんですね。なのでここを直線を進むで曲がる。はい、大事なのはこう曲がった時に次のコーナー、今度ここですよね。ここに向けてやっぱり直線ができること。これを重視します。はい、曲がります。はい、でここは、まあ、インがいいんですけど、ここ曲がれなくなりますから、まあ、少しこう外に膨らんであげながら、ここに入っていくと。はい、でここにもまた次直線が現れます。はい、これぐるっとちょっと円で回ってあげるとまたここにこう直線が現れるという形ですね。はい、このような形で、一周、回ってこれたらと思いますので、ちょっとゆっくりめで走りますが、ちょっと直線の部分をですね、一緒にお伝えしながらいきたいと思います。はい、じゃあここストレート、加速していきます。はい、一定速曲がる、こう微妙に直線ありますね。曲がる、微妙に直線、曲がる、ここ直線、スピード落とす。はい、直線、ここぐるーっと、ここちょっとハーフスロットルぐらいですかね。でここに今度は斜め、先ほどと違いますよね。ここは斜めに今度行けるようになってますので、前回までとは違います。はい、斜め、曲がる、斜め、曲がる。はい、ここにすぐに行きます。はい、直線、はい、曲がる、はい、直線。はい、これを握っていくと、はい、曲がる、直線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 、スピード一定、直線、曲がる、直線、曲がる、直線、ストップだけだ、曲がる。ちょっと今行き過ぎちゃいましたね。ぐるーっと行って、ここですね。
直線曲がる、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 直線で、こんな感じになっていきます。まあ、これはですね、ちょっとライブレベルですとそれぞれですので、あのスピードとかグリップによって変わっていきます。まあ、これを、ちょっとまだ完全にこう円にこの後していくっていう動作はあるんですけども、ちょっとなるべくこう直線を意識しながらちょっと走ってみたいと思います。はい、カメラ OK ですか。ちょっと全体感から見ていきましょう。直線曲がる、直線曲がる、直線離す、直線曲がる、直線曲がる、直線、直線、直線曲がる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 、直線。多分アナウンスがうるさいと思うので、ちょっとね、車の動きを見ながら見てみてください。まあ、ちょっとね、大げさに直線作ってるのでちょっとギクシャクはしてますけども、このように自分の中で直線とコーナーを切り分けて、でコーナーは自分が曲がれる操縦できる速度であれば、あの必ずこう曲がりきれますから、まずはこのメリハリをつける練習をしていきましょう。はい、まあ、ここまで来たら結構コースをね走れるようになったのではないかと思います。本日もですね、一緒に練習していただきましてありがとうございました。